ポーランドにおけるホロコースト、ポーランドにおけるホロコーストナチスドイツの占領政府によるユダヤ人迫害、特に都市部での迫害行為は占領が始まった後に行われた。しかし最初の一年半の間ドイツ人はユダヤ人の財産を奪った上でゲットに収容すか、軍需関連産業で強制労働につかせるかに留まっていた。この期間ポーランドの政府機関は閉鎖されていたが、 ユダヤ人共同体の主導層であるユダヤ人委員会だけをドイツ人は公にその存在を認めていた。ユダヤ人委員会はある程度まではドイツ人との交渉を許可されていた。1941年6月にドイツがソビエト連邦に対する攻撃を開始すると特別行動部隊という特別な殺戮部隊が組織され1939年にソ連に併合された。 東部ポーランドの地域でユダヤ人を殺害するようになった。ドイツに鼓舞されて起こった残虐行為のうちの数件ではポーランド人自身による支援や積極的な参加もあった。例えば1941年7月のエドバブネ事件では国家記名員による最終結論とし約300人は初め1600人と考えていたのユダヤ人が 地元の住民から苦痛を受けて殴り殺された。ユダヤ系ポーランド人共同体に対する虐殺行為にどの程度ポーランド人が関わったのかについては異論があるが国家記名委員はイエドバブネの例と同様のポグロムが他に22カ所で発生したこと確認している。虐殺の原因については議論が続けられているが反ユダヤ主義 ポーランドソビエト戦争や1939年の東部辺境地域への侵攻でユダヤ人が侵略者だったソ連に加担したとに対する薄積した、憤り、あるいは単にユダヤ人の財産目当てといったことなどが挙げられる。ポーランド人が関与した23件のユダヤ人殺害事件は全て1941年に発生したが、 これらの事件に関わった容疑で100人が戦後に起訴され、27人が有罪となり、うち4人が死刑の判決を受けている。1942年1月20日にベルリン近郊で開かれた万税会議では、ヨーゼフ・ビューラー博士がラインハルト・ハイドリヒに総督府でユダヤ人問題の最終解決提案を実行に移すよう促した。 それに従って1942年にドイツ人はユダヤ人の計画的殺害を開始した。はじめは総督府のユダヤ人が対象だった。6カ所の絶滅収容所が建設され、1942年から1944年にかけてホロコーストの最も過激な手段、すなわちポーランドやその他の国から集められた何百万人のユダヤ人の 大量虐殺が実行された。300万人いた戦前ポーランドのユダヤ人人口のうち戦争を生き延びたのはたった5万人程度だけだった。これらの出来事でポーランド人の果たした役割がどの程度であったのかは少なからぬ議論の対象となっている。ポーランドで共産主義が倒れてからはこの問題が率直に議論されるようになり、ポーランドの各政党、カトリック教会、 ポーランド内外のユダヤ人団体がそういった議論に貢献している。戦前、ポーランドには300万人のユダヤ人が住んでいたが、これは当時の全人口の約10%に相当する。ポーランドは敬虔なカトリック国家であるため、このヒキリスト教少数民族の存在は常に緊張の原因で、ポーランド人とユダヤ人の間で周期的に暴力の応酬があった。戦前には、 社会的に広く反ユダヤ主義が存在し、時に反ユダヤ主義はカトリック教会やいくつかの政党によって助長されたが、政府が直接反ユダヤ主義を唱えることはなかった。ポーランドには反ユダヤ主義に反対する政治勢力も複数存在した。しかし1930年代後半になると、反動的な反ユダヤ主義勢力が正解で地方を得るようになっていた。 ドイツは明らかにこういったポーランド人の反ユダヤ主義的感情を利用することができた。占領下のポーランド人の中には一旦かくまったユダヤ人をドイツ人に引き渡したりユダヤ人が利用て生計を立てたりする者がいたがポーランド人の大半はユダヤ人絶滅政策に協力するよりはユダヤ人をかくまうことを選んだ。反ユダヤ主義は特に東部地域で根強かった。 そこは1939年から1941年までの間ソ連が占領していた。この東部地域ではユダヤ人はソ連に協力していたとして地元住民に非難されており、ソ連占領下でユダヤ人の共産主義者はカトリック教徒のポーランド人を抑圧したり国外、追放したりするのに主導的役割を果たしていたと言われていた。その結果として、 復讐行為が起こり、時には無実のものが強敵にされた。ドイツ占領下では、ほとんどのポーランド人は生き残るために必死だった。ユダヤ人絶滅に反対したり、それを防ごうとしても、そういうことができる状態になかった。しかし実際は、多くのポーランド人が命をかけて、ユダヤ人をかくまったり、他の手段で支援した。ユダヤ人を支援した場合、 支援を提供した本人だけでなくその一家全員、時には近所の人々もすべて資材とされたのはポーランドだけである。1942年9月にはゾフィア・コサックイコール支出家が発足した。この組織は後にユダヤ人支援表議会に発展し、ジェゴタという暗号名で呼ばれた。ジェゴタに助けられたユダヤ人の数は不明だが、1943年の ある時点ではワルシャワだけで2500人のユダヤ人の子供たちを保護していた。こういった行動によってポーランド人からは最も多い諸国民の中の正義の人賞の受賞者が出ている。この賞はイスラエル政府のヤドバシェムホロコースト記念館が授与するものである。ポーランドにはドイツと共同する政府は存在しなかった。ポーランドにドイツが存在した機関。 積極的にドイツに協力したポーランド人はいついかなる場合も他の地域飛べてもほとんど存在しなかった。ナチ協力者の数は例えばフランスよりも明らかに少なかった。これは部分的にはポーランドにドイツ人を新たに定住させるというドイツの長期計画が一つの腹である。またドイツ当局がポーランド人協力者を募ることに興味を持ってもそれをすれば ポーランドでの恐怖政治による支配を弱めることになると、してヒトラーが強固に拒絶していたという子もまた、もう一つの原因である。実際、仕事あるいは補助的な役割を与えると言って、ポーランド人を募る、プロパガンダ活動をしても、ポーランド人はほとんど全く興味を示さなかった。ドイツ占領の毎日の現実と比べてあまりにも大きな違いがあったからである。例えば絶滅収容所で、 補助的な勤務をしたうちで、ドイツ人でないものの大半は、ポーランド人でなく、ウクライナ人、レイ、ジョン・デ・ミャニュクカ、バルト三国の人々であった。ポーランドの地下抵抗運動である、民族主義の国内軍は通常は反ユダヤ的、迫害行為への協力に反対、そういった協力者は死刑にした。ポーランド亡命政府も、また、1942年11月には、 ナチスドイツによって運営されている強制収容所で計画的な大量殺害が行われているとの情報を得てそれを明らかにしていた。この事実はポーランド亡命政府の密集であったと自ら進んでアウシュビッツ強制収容所に収容されて収容所の内部から抵抗運動を組織した国内軍のメンバーであるビトルトレツキからの情報によって突き止められた。しかし、 国内軍のレジスタンス運動とは別個に存在した共進的民族主義組織である民族軍はポーランド国内で多数のユダヤ人を殺害することを企てた。国内軍は反ユダヤ的行為に加担するほど堕落していなかったと言えるが、レジスタンス運動の構成員は時に所属する組織を変えることがあったので、ユダヤ人に対する個々の暴力事件を誰のせいに、 するかを明確にするのは困難である。国内軍とナチスの武力は時に協力し合うこともあったが、それは戦術的レベルの話であって、ユダヤ人が相手なではなく、対外の場合は、親ソ連的なパルチザンや、時にソ連軍そのものを相手にする時だけであった。このような協力行動は直接交渉の上でなく、互いの暗黙の了解によって行われた。例えば、ドイツ人は、 ポーランドのレジスタンス構成員に対して公式に武器を渡したことはなく、実際のところは備蓄しておいた武器を無防備に放って置いたまま撤退したのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。